ハローエブブディ。はい、どうも皆さん、チャリエレでございます。本日のチャリエライブオフエアはですね、どっちのミスや、どっちが悪いっていう意見が非常に散見されますので、私の意見を述べつつ、ぜひ皆さんの意見をですね、ご意見をコメント欄にてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。2023年9月26日おとついですね、17時13分のポストです。もうツイートじゃないんですね、残念です。これがね、まあまあ伸びてますよ。3046件のリポスト、1467件のいいね、585件の返信、多いですね。585件はなかなかすごいです。見たことないですね。で、これなんですけど、ちょっとこの感じから見るにですね、ご本人もですね、疲弊されてると思いますので、それを考慮してね、リンク等は貼りませんけれどもね、叩いたりする人がいるからね、さらにね。はい。で、内容に関してです。文章と動画がついています。文章。日曜日、都民の森へ向かう途中、バスの幅寄せ。後ほど、五日市警察署に尋ねてみたら、結構あるらしい。ご注意ください。で、最後に、ハッシュタグ、西東京バスとございます。で、動画に関してですね、これがね、多分、ロードバイクのハンドルの中央、下あたりについているドラレコですね。はい。素晴らしいと思います。これがまずついてるというのがね。はい。でですね。はい。ロードバイクです。この間ね、ボーマのガチャガチャのね、こんなモデルを持ってたんです。ロードバイクの。フォークが折れましてね。動画残ってますけど。代わりとしてスーパーカブちゃんにちょっと頑張ってもらいます。これをロードバイクと思ってください。道路の左端、ちゃんと走ってますよ。時速2、30キロぐらいだと思います。で、走っておりまして、このね、奥多摩周遊道路なんですね。峠ですかね。右に左にこうね、山道がうねっているという場所になっております。でね、動画がね、緩い右コーナーを走行中ですね。緩い右コーナー走行中、ロードバイクの右側、これですね。はい、YTK さんにいただいたバックトゥーザフューチャーのナンバープレートを使用させていただきます。ありがとうございます。で、ですね、右側からバスがね、40キロぐらいで行きます。40キロぐらいで、もうこれもちゃんとね、私の、まあ、推測ではございますけど、根拠はございます。後で申し上げますね。40キロぐらいでぐーっと抜いていくんですね。抜いていくものの、すでに減速してるんです。でも、早いので、相対的に早いので、バスが抜いていきます。でも、減速しつつ、左側に寄っていってですね、こう、幅寄せですね。でね、ぐっと抜いていって、でね、5秒ぐらいね、この間、この並んだとこから5秒ぐらい、こう、ぐーで、バスの方が今度は遅くなって、ロードバイクの方が速くなって、ぐーぴたりと止まります。はい。ここで、まだお話ししていない情報です。このね、抜きかけたとき、ちょうど、鼻面が並んだときですね。このときですね、ドラレコに映ってます。コーナーの向こうからは、対向車線から別のバスが来ています。はい。で、この道の法定速度の制限、マックスは40キロです。時速。もう、わかりましたね。はい。すべて、すっきりしました。というわけで、皆さん良き、自転車ライフを、さようなら。嘘です。はい。ちゃんと解説します。皆さんの安全運転のためにね。はい。まずですね、私もバスのよく通る地域に住んでいます。で、自転車と、それからバイクに私自身乗ります。で、バスっていうのはですね、車体がめちゃくちゃでかいです。なので、少しでも曲がっている道路の場合だと、もうね、お互いを行き交わせることができないんですね。なので、必ず片方が道を譲った状態でもう片方が通り過ぎていくっていうことが、まあ、これ多分、ルールで決まっているんでしょうね。法律で決まっているかどうかわかりませんけども、いろんなところでね、こっちに避けましょうね。ここに走っているときはここに退避しましょうねとか、多分決まってるんだと思います。見てる限りね。法則性がございますんで。でですね、まず、バス視点でお話しします。時速20キロぐらいで走ってるロードバイク。20キロ。で、自分は40キロぐらい出してる。まあ、40キロ道路なんで、バスやったらどうやろな。バスやったら多分法定速度ぐらいで走ってるんかな。40キロぐらい。大体普通の人はね、プラス10ぐらいで走ってます。50キロぐらいね。
まあ、なので速度差で言うと倍もしくはそれ以上あったと思います。でその状況で道路がかつ右に左にうねってる状況で前に、まあ、自分よりはるかに遅い自転車が走っていると。で、右に左にうねっているので向こうから車が来てるかどうかは見えていない。なので安全確認ができた状態ですね。まあ、もうこれ構造上仕方がないんですよ。で、抜きかけてんけど、あ、向こうからバス来てるってなって、でもこの状態でもう抜くしかないんですよ。自分の方が速いから。で、減速しながら抜いていって仕方なくね、あ、ロードバイクぶつかれんかなと思いつつ、ちゃんと幅はかなり空いてますからね。で、思いつつ左に寄せるんだけど、自転車の方が、減速せず、近づいてくるという状況ですね。で、向こうのバスが通り過ぎたんで、一旦止まったかなぐらいでまたバーッと行きはるという状況になっています。で、この感じから見るに、おそらくバスの運転手さんは悪くないです。と、私は、あくまですけど、推測いたします。今までの経験からね。でね、このね、幅寄せ。これ響きがちょっと怖いですね。幅寄せの意味ちょっと調べてみました。これはですね、単純に、車両。何でもいいですよ。これがね、道路の左端に寄っていく行為。これ、例えば道路の左端に止めるとき、これも幅寄せです。はい。で、何かを、避けたりとか、そういうのも含むわけですね。はい。まあ、ですがですね、ちょっと世間的にこう、幅寄せとかいうのはあまりこう、響きが、良くないんだと、私自身感じております。では、次。自転車試験で話していきましょう。ドラレコの映像を見るとですね、この並んだ時点で、すでに映像にですね、対向のバスが映っています。はい。で、まあ当然なんですけど、バスの運転手の方はもう先にコーナーの向こうが見えてるはずなんで減速しながら突っ込んできたんだと思うんですけど、もうこの時点で見えてるので、ちゃんとね、分かっている方であれば、あ、このバスもしかしたら今から、まあ、行き交うために左端に寄って止まったりするかもしれないなって思う方結構多いと思うんですよね。なので、バスが抜いても向こうのバスが見えた時点でグーちょっとブレーキをかけてですね、バスが円滑に、左側に寄れるようにするのがより良い安全運転がお互いにできるのではないかと私思います。これはですね、なんかバス寄ってきた、なこいつ危ない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 、これ危ない、警察署にお伺いしましたっていう必要はですね、私はあまり感じないなと思います。はい。結構あるらしいって書いてあるんですけど、これ結構あると思います。はい。道路の構造上、向こうがよく見えないし、自転車の方がはるかに遅いし、でも、抜きかけた頃に見えても時すでに遅しで、とりあえずぶつからないようにちゃんと止めて、で、行きましょうという。もうこれ仕方ないと思います。先ほど申し上げましたが、バスは悪くないと思います。まあ、無理のあるタイミングで抜いていたりする人もいますが、動画を見てる限り無理なタイミングには私は見えないです。なので、このね、ポストがものすごく伸びてるのは、おそらくこの、バスに怖い思いさせられたよっていう思い、かつ、ロードバイクが、最後まで近づいていくっていう状態が、物議を醸しているんではないかなと思います。はい。というわけでですね、しっかりこのね、もう一度申し上げますよ。バス、並びかけた。もう聞こえてるはずです、バスの音がね。あ、バス来はったな。あ、で、向こうからもバス来たな。あ、で、突っ込んでいった。あ、これ、俺邪魔やな。と思って、しっかりこう、引く。で、待つ。そして、お互いが円滑に行き交った後に、二人で発進していく。こういうですね、周りの状況をしっかりと見てですね、自分が絶対偉いんだ、自分は絶対大丈夫って思いを持たずですね、自分もミスしますし、周りもミスをします。で、仕方なくですね、並んだり、近づいたりする状況ございますので、そういう状況をしっかりと見極めて、皆さん、安全に運転していただければなと思います。というわけで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。皆さん、ぜひコメントください。それでは皆さん、良き自転車ライフを。さようなら。